ラガリータカルデラは、アメリカ合衆国、コロラド州ミネラル群に所在する火山である。名前は、山の東部に位置する非法人地域のラガリータに、由来する。2700万年前の破局噴火は、地球史上最大級の噴火の一つに数えられている。ラガリータカルデラは4000万年から噴火を、始め、2700万年前にピークを迎え、 その後150万年で7回の大噴火を起こし、1800万年前まで活動した。一連の火山活動がもたらした火砕流に由来する溶血業界岩は、コロラド州からユタ州を経てネバダ州まで分布し、面積にして約3万平方キロメートル、火山培層の厚さは平均で100メートルに達する。ラガリータの噴火のうち最大規模のものはベハチに分類され、 新生代に発生した噴火の中では2番目に大規模なものであった。その時の噴火に由来する火山採設物の総量は5000キロ立方メートルに達し、これは1980年に噴火したセントヘレンズ3の約5000倍にもなる。エネルギー換算では史上最大の水爆であるツァーリボンバの約5000倍、地球史上でも チクシュルーブクレーターを形成した白秋末期の隕石衝突以来となる大爆発であった。ありがとうございます。